祖公会は、旧民進党のグループ。通称、大畑グループ。菅直人内閣総理大臣、民主党代表の意表明を受けた2011年8月の民主党代表選において、かの道彦農林水産大臣を支持した国会議員を中心として、8月31日に結成された。祖公会の名称は、陽明学者の安岡正厚の、心の幸という言葉を引用し、 9月14日に、カノが命名した。結成に際しては、関西喧下の党執行部と、小沢グループの双方から距離を置いていた、中間派の議員が参加し、かつて、鳩山グループの会長を務めた、大畑昭弘、カノに従い、新党未来結成にも参加した、増子照彦などのベテラン議員や、カノのもとで、農林水産副大臣を務めた、篠原隆、筒井信隆、 農林水産大臣政務官を務めた吉田光一などの農水系議員が中心であった。カノの反新自由主義的姿勢を支持した議員もおり、カノをはじめ TPP への参加に慎重な議員が多いとされた。また、羽田グループ出身の保守系議員や、カングループ出身のリベラル系議員が混在していた。初代会長のカノ道彦2011年、民主党内で菅卸の動きが、 活発化する中、筒井信太からポスト間に、かの道彦を杉ぎいんだは、6月30日に、かの擁立を目指す勉強会を開き、8月19日に、かの道彦氏に代表選出馬を要請する会として、正式に代表選への出馬要請を行った。これを受けて出馬したか野は、1回目の投票で4位に、終わったが、海へ万里隊。 野田義彦の決戦投票では、上着を脱ぐ合図で、加野陣営の議員らに2位の野田に投票するよう指示し、キャスティングボートを握って、野田を当選に導いた。代表選直後の8月31日、加野は自らを支持した議員らと、政策グループを設立し、後に、祖公会と命名した。9月に発足した、野田内閣では加野が、農林水産大臣に再任され、 前田武氏が国土交通大臣として初入閣した。2012年1月召集の第180回国会では、総国会所属の樋口俊一衆議院議員の公設、第1秘書であった人物が、加野農林水産大臣から農林水産省顧問に任命されていたことや、筒井農林水産副大臣の主導する対中輸出促進事業の支援で設立された。 農林水産物等中国輸出促進協議会の代表理事に就任していたことが批判され、さらに5月末には在日中国大使館の一等書記官が同事業を通じて農林水産省の機密文書を入手した疑惑が浮上し、6月の内閣改造では可能、つ井と参議院で問責決議を受けた前田が退任することとなった。9月の代表選では、 細野武志用立の動きに組みしたものの、本人の不出馬表明で断念し、会長の六夜自ら出馬したが、再選を目指すのだが圧勝した。代表選後の内閣改造では、祖公会からの入閣はなく、党役員人事ではカノが、東副代表に就任した。12月の第46回衆議院議員総選挙ではカノを含む多くのメンバーが落選し、12月21日に、 会長代行の大畑昭弘が新会長に選出され、カノア名誉会長に就任した。12月の代表選では、祖公会として海江田を支持し、海江田が当選すると大畑が党代表代行に就任した。2013年7月に、第23回参議院議員通常選挙惨敗の責任を取って党幹事長を辞任した細野の公認に大畑が就任した。 2014年12月の第47回衆議院議員総選挙後に行われた2015年1月の代表選では、祖公会の中から篠原隆史擁立の動きがあったものの、リベラル系の候補者一本化のため断念し、祖公会として長妻明の支持に回った。1回目の投票で長妻は3位に終わり、細野対岡田克也の決選投票では、総国会として、 細野の指示に回ったが、細野は岡田に敗れた。この頃から世代交代が検討され、8月20日の総会で会長を大島敦氏に交代することとなった。2016年3月に民進党が結成され、7月の第24回参議院、議員通常選挙では創設メンバーの増子照彦が現職閣僚の岩木光秀を下して注目を集めた。 9月の代表選では、党執行部刷新を求める立場から、祖公会としていち早く、蓮舫不支持を表明し、その無投票当選阻止に動いた。その後、祖公会として、前原政治擁立に動き、会長の大島が、前原陣営の選対本部長に就任したが、前原は蓮舫に敗れた。2017年9月の代表選では、8月1日に祖公会として、 前原を支持する方針を確認し、8月7日の前原の出馬表明に際して、改めて支持を確認した。選挙戦では、会長の大島が前原陣営の選対本部長に就任した。前原当選後の党役員人事では、会長の大島が代表代行に内定したが、山尾しおりの幹事長起用が見送られると、横滑りで幹事長に就任した。 10月の第48回衆議院議員総選挙では、前会長の大畑が出馬せず引退し、9月28日の民進党両院議員総会で、希望の党への事実上の合流方針が了承されたことを受けて、会長の大島が希望の投稿人で出馬する一方、事務局長の篠原は無所属で出馬し、幹部の間で対応が割れた。 10月の民進党代表選後の役員人事では、マシコが幹事長、篠原が選挙対策委員長に就任した。その後、そこを会は2018年2月28日に解散。同年5月7日の国民民主党結成後、9月の国民民主党代表選挙では、グループの元幹事長であった篠原が、津村啓介の推薦人となった。は、ぶっこ者。 ありがとうございます。